ばんは。こんばんは。こんばんは。お邪魔してまーす。今日はですね、飛鳥昭世先生の助役で荒らせられます、ムツコさんと一緒に。ムツコまあ、一年、ね、アーティスト。アーティストです。バリバリの。スタジオで遊ぼうということで、あ、お茶持ってきた、カラス君が。カラスさん、カラスさん、ありがとうございます。すごい。今日はですね、そう、あ、写りとか全く気にしないからさ、近年こっちで調整します。ちょっとですね、飛鳥先生からのご要望もありまして、みんなで音楽で遊べよということで、やってみたいと思います。いや、全然全員払って入ってて綺麗だよ。ワンツーワンワン。おお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 感じではないと思いますので、チャットの方でいろいろやっていくと思います。チャット見てるからね。一応マイクこれ置いた方がいいかな、俺のこと。アコギを長時間弾くってことがあんまりないんですけど、
ドキドキしながら弾いてますよ今。ドラゴンボールが配信の方じゃないと見れないかも。ありがとうございます。音割れたりしてないもんね。なんか音は大丈夫ってさっき言ってくれてた。あとは息子さんとちょっと照らし合わせて、はい、このコードで大丈夫なのかなっていうのと、ね、ちょっと確認したんで、ギターソロのところもやっぱこういう感じなんですね。だからダー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 あのアレンジがすごいね。そうですね、うん、素晴らしいアレンジされてるから、うん、